となんかピカチュウなんだか、とかあったんですよ。今、スカーレットとバイオレットでしょ。僕持ってんだけど、一回もやってないんだけどね。まあ、攻撃はなんとなくわかる。硬くなるとかは、昔はあった。驚かすはなかった。種棒だって。アメモース。アメモースだって。アメモースってなんか、何かを言うみたいだよね。威嚇の模様だって。スイスイアタック。うん、これは違う。ダンバル。ダンバル。これ向きが違うだけ？あ、なんかポケモンカードになんかときめかないな。ミニー竜だって。頭蓋の化石だって。雷エネルギー。これ雷の石とかじゃないの？ヒコザル。全然知らん。炎だって。昔炎の渦とかしかあった、しかなかったけどね。ぶら下がるだって、種棒。キモリ。聞いたことはあるけどわからない。ナックラーだって。竜の、鍵爪。リザード。リザードはさすがにわかるわ。燃える闘士。特性か。あ、特性か。特性とかも書いてあるんだ。特性って意味わかんないけど。自分の前にこのカードの手札を出して、疲れた。ビブラーバ。なんかビブラードみたいだね。ビブラーバ。なんかポケモンの名前って子供が覚えやすいように、なんか5文字か6文字までしかないんですよ。シードラとかね。ハイドロポンプ。名前は、さすがに、そこまで無理だけどね。林亀とか、5文字だったかな。で、完結するように、一応、ポケモン考えた人は名前作ってるみたいですよ。5文字で、子供覚えやすいようにね。チルットだって、チルット。エネコ。いや、なんか悪いけど、ポケモンカードになんか魅力感じない。ヒポポタスだって。むずいな、名前。だいたい5文字だ。ガバルドン。ガバルドン。ガルーラはさすがに知ってる。レッドグリーンバージョンにいたから。傷薬もさすがに知ってる。ドード。つつく。ダブルヘッドバット。そんなことできるようになったの。成長したね。ドード。ドゴーム。ケトバスだって。ケトバス。教育上良くないんじゃないか。ケトバスって。踏み鳴らすとか言って。爆音具だって。殴り飛ばすとか、ダメだろ、これ。ダメだろ、こういう表現。殴り飛ばすとか言って。破壊光線とか。吠える子。波を飲み込むだって。波を飲み込むの、すごい。波を飲み込むの、最強じゃん。まあ、リザードはさすがにわかるし。ニドリーノ。ニドリーノがオス、ニドリーナがメスだったような気がする。逆かな？わかんないけど。グランブル。これはわからん。ニドリーノ。あ、言ってね。コラッタはさすがにわかる。かじる。ラッタ。ラッタって、コラッタが進化したんだよね。覚えやすいね。コラッタ。ラッタ。子がなくなっただけだからね。ただ大きくなっただけだからね。食い込む前歯。わからん。かじり壊すって。かじり壊すなって。ドードリオだって。グランブル。ニドリーノ。なんかニドランとかじゃなかったっけ。カモネギ。これは知ってる。持ってくるだって。
持ってくる。スピンターン、持ってくるって何持ってくんだろうか。ネギ持ってくのかな。ネギあげるっつって持ってくの。さすがに。またドガスで、ドガースが進化したやつでしょ。多分。ドガースから進化されたんだよ。マイナン、なんかピカチュウみたいな。マイナンだって。本当に、本当にここマイナスになってる。マイナン、仲間を呼ぶ。仲間を呼ぶって。喧嘩や、喧嘩ややじゃん。喧嘩じゃん。仲間を呼ぶのが言って。喧嘩でもするんか。レディバー。なんかデジモンみたいじゃん。皆さんデジモンって知ってますかね？デジモンって今流行ってんのかな？知らんけど。これはなんだ？スタジアムか。ビブラーバ。電光石火はわかる。エネタイフーンだって。エネタイフーン。エネタイフーンってことは、エネタイフーンってことはそんなに、あれでしょ？エネルギーをあんまり使わないってことでしょ？エネタイフーンだから、なんだっけ？エネーションだ。なんだっけ？省エネ。省エネってことでしょ？ビブラーバ。キバニア。この花。もうポケモンカードの紹介はもう全部続けてやっちゃうかな。サニーゴ。キバニア。キバニア。はい、キバニア。は、キバニア。またキバニア。タッツーだって、これ可愛いんだよね。水飛ばし。水飛ばしなの？今水飛ばしなんだね。知らなかった。コリンク。いや、スカーレットバイオレットやろっかな。でもよくわかんないんだよね、あれ。は？ピカチュウ。ビカビカ。何ビカビカって。電気ショックとかじゃないの？ライチュウ。ピカチュウから進化。ピカチュウから進化って言うけど、これ多分、雷の石じゃないと進化できないんだよね。確か。違った？叩きつけると言って。ハイボルト。なんか教育上良くないか。教育上良くないんじゃないのか。叩きつけるだよ。まあ、地面に叩きつけるじゃないから違うのか。傷に噛みつく。一番ダメだろ。ライボルト。ロットン。悪ふざけ。プラズマアローだって。ロットム。あ、メリープってなんか見たことある気がする。金銀で出てきたような気がするな。ピチューだって。ピチューがピカチュウに進化するのか。わかんない。ピカチュウ、鳴き声、マヒマヒ。マヒマヒって何？高杉真宙。マルノーム。マルノーム。ホエルコ。ハイドロポンプ突進。カモネギ。いろんなカードがありますね。グッズ。パラス。あ、パラスはさすがに知ってる。パラセクトは、確か、パラスから進化でしょ。まあ見たからわかるけどさ。アメモース。雨だって申すんだね。雨だよって言うんだよ。攻撃、雨だよっていう。にした方が簡単じゃない？ポケモンカードって、今裏、ちょっと待って。今裏こうなんだね。ポケモンのカードって今裏こうなんだね。知らんかった。この時は知らん。全然。でポケモンカードがね、すごい、いっぱいあるんですよ、この方。ポケモン入れ替え。いや、そんな、このカードなくても入れ替えさせてよ。
まだつぼみ。これケラーかな？わかんないけど。キラっぽい。うつどん。ラッタ、ラッタ。エーパム。エナジー。エネルギーか。竜の鍵爪。サンドパス。サンド。ここら辺はなんとなく覚えてるかな。ドラピオン。くぬぎ、くぬぎ玉は、多分金銀でしょ、確か。から出てるのが。なんか人形持ってたもん。ポケモンの人形、何百体が持ってたからな。いいとこにあげたけど。ワンリキーは知ってる。ゴーリキーも知ってる。ワンリキーが進化したやつでしょ。カイリキーも知ってる。ミロカロス。ミロカロスだって。ジーランス。キャモメ。キャモメ。考えたな。カモメをね。カモメをキャモメにしたんだ。考えるな。ゴース。考えたな。すげえな。くぬぎ玉。くぬぎ玉はまあ、まだつぼみとか、うつどんとかまあ考えれるとしても、でも、キャモメはすごいぜ。キャモメ。カをキャにしたんだからね。すごいよね。ブルーだって。ウォッシュロットム。ゴース。エネルギー。カミツルギ。ポケモンカードはどれがレアなのかあんまよくわかんない、ね。僕が好きなのは、不思議花、リザードン、カメックスですね。まあ、そこら辺が多分、レアなんだろうな。多分。知らないけどね。グライガー。やっぱカタカナ弱いのよね。傷薬、ドードリオ。はい、逆さまのやつをどんどん直しながら見ていく。どうたくん。人の名前みたいだね。コース。エネルギー。エレザード。だいたいポケモンの名前で5文字なんだよね。子供が覚えやすいように。ロストワールド。ドンツ？エネルギー。このエネルギーって何なんだろう？これ何の効果があるの？ドガース、まだドガース。ニドラン、オス、ニドラン、メスがいるんだ、多分。で、ニドリーノになってる。あんまポケモンってやんないからな。わかんなくなってきちゃった。このエネルギーは何なのか、これ水の石とかじゃないの？ドードリオ。それか、パワーアップするとか？ね？ネストボールだって。自分の山札にある種ポケモンを1枚ベンチに出す。そして山札を切る。なんでベンチに出すんだろう。バトルタワー。石英高原、バトルタワー、ププリンだって。ププリンがプリンになるのかな？わかんないけど。ププリンが、プリンが進化したやつ。テールナーだって。いや、多いわ。影坊主、惑わすだって。エテボース。アルセウス。アルセウスなんか、レアそうじゃない？これなんで、
カバーに入ってんの。いっぱいあんのかな。おー、そういうことか。あー、そういうこと？同じカードが揃ってるよってことか。アルセウス。なんかあんまポケモンカードになんかときめかないな。謎の化石だって。アルセウス。バクオング。カラカラはさすがにしてる。お嬢様だって。これミモザいないのかな？ミモザ。なんか最近ミモザっていうのを買おうかなと思って、ミモザって買ったら安かったんだけど、まあ普通にミモザが当たるなんだかっていうやつだった。だからがっかりした。ただポケモンカードを買っただけになっちゃった。ニドリーナ。ニドラン、オスから進化。ニドリーナ。ドーミナ。ドーミナ。ド、ミナってこと？ド、ミナよってことでしょ。プラスル、種。欲張りドロー、ハンドチャージ。いや、ポケモンカードはようわからんな。アルセウス。いや、わかりたい気持ちはあるけど、わからんな。で、これ子供たちやってるってことでしょ、これ。要は。むずくないこれ。いや、名前は覚えやすいけどさ。いや、むずくないかこれ。怪力。今のポケモンスカーレット、バイオレットも結構むずいからな、あのゲーム。結構、最近、やろうかなと思ってやったけど、結局もう、よくわかんないから、スマブラに逃げてるもんね、今。コラッタ。ちっちゃいからコラッタなんでしょう。マグマック。ヤジロン。デルビル。ニューラ。さすがに多いからここでカットします。